土屋修平は、日本のプロボクサーで、元キックボクサー。愛知県犬山市出身。第60代日本ライト級王者。角蛇宝石ボクシングジム弾丸青木ボクシングジム。トレーナーは、田中英明、佐藤直樹、小堀雄介が担当。スターポリスとマネジメント契約を結んでいる。入場曲は、スパンチャース、セックスオンザビーチ。土屋修平。 第60代日本ライト級王者試合に勝利すると、バック中を披露するのが恒例となっている。小1で空手を始め、野球やバスケットボールも経験。愛知県立には高等学校ではラグビーを経験。大東文化大学在学中、伊原道場でキックボクサーとなり、新日本キックボクシング協会ウェルター級4位にランクされる。 キック時代もパンチ主体の戦いをしていたのもあり、ボクシング転向を決めた。いくつかのジムを回っていたが、田中トレーナーからチケットを渡されたのがきっかけで、角エビジムに入門した。デビュー12連続子大学卒業後の2009年7月13日、高楽園ホールにおいて、上野雄大戦でプロボクシングデビューし、1回子で勝利。2010年、新人王にエントリー。 五戦すべてにある以内の小勝ちで、東日本新人王となり、全日本新人王決定戦に駒を進める。五回戦となったこの試合で、三好祐希の顎を左フックで砕き、一回終了後に、相手の骨折による危険 TKO で退け全日本新人王獲得、MVP にも選出された。2011年2月18日、初の六回戦として、 ヘッドウオーベンジャマトと対戦。一回故勝利。テレビ局数社から視線が送られ、この試合より TBS で中継されるようになる。2011年5月7日、初の8回戦として、ダバオーナと対戦。3回 TKO 勝利。2011年8月10日、井岡和と VS ファン、エルナンデスのセミファイナルにて、初の10回戦として、福原博人と対戦。 9回 TKO で勝利するが、この試合で左拳を骨折して、長期欠場を余儀なくされた。2012年3月6日、サワット・オースラポン戦で復帰する。当初はセミファイナルを予定していたが、同門であり同じく、キックボクサー出身の藤本京太郎に譲ることになった。試合は1回 TKO で勝利し、連続個記録を12に伸ばした。 2012年5月15日、カカ、リオネル・メッシラ海外サッカー選手と日本国内業務を提携しているスターポリスと契約することが明らかになった。コストップ連敗再起2012年5月17日、亀貝機関がこう逃したインドネシアライト級王者ヘイリアドリアントと対戦。試合はメインイベントで行われ3回にダウンを奪うもこできず、連続は12で止まったが、 3から0判定で、デビュー13連勝。2012年9月19日、パバオージャスティービーオンゲンフェルディナンデスに3から0、判定勝利。2013年2月25日、上位ランカーの川瀬昌治と対戦し、1回終了間際に、右クロスから、左フックダウンを奪うも、盛り返され、9回にロープ際で連打を浴び2分26秒。レフェリーストップ TKO 負けを起し、 デビューからの連勝は14で止まった。2013年7月25日、日本ヘビー級王座決定戦のアンダーとして、プロムハイながら、ランクでは、会の中谷真っ最と対戦するが、3回にダウンを、奪われ一度立ち上がるも2度目のダウンで、テンカウントを聞き3回1分58秒こまけ、連敗となってしまった。2013年12月20日、再起戦として、 高くは数竹と対戦し、初回からワンツーで攻めてダウンを奪い、2回に左フックから右のコンビネーションを放つと、相手の左目の負傷が激しく、ドクターストップ TKO 勝利。連敗を2で止めるとともに、5勝利は1年6ヶ月ぶり。オーストラリア遠征2014年4月3日、オーストラリアに遠征し、IBF ライト級9位で IBF 世界同級王者、 ミゲルバスケスに挑戦経験もあるレニー・ザッパビーニャと対戦。国外での試合も世界ランカーとの対戦も自身初であった。この試合には空位の WB オリエンタル王座がかけられ、ラストマンスタンディングと名打たれたヘビー級トーナメントの決勝をメインイベントに据えた工業のセミファイナルで行われた。土屋は3回に偶然のバッティングで右目の上をカットし、 4回に、左フックでダウンを喫したが、6回には、自らのパンチでザッパビーニャの左方をカット。両者顔を晴らしての打撃戦となり、会場を沸かせたが、10回に、左フックを受けると、タオルを投入されて、TKO 負けを喫した。オーストラリアのウェブサイト aus-boxing.com は、土屋は、ザッパビーニャにとって、 これまでで最もタフで勇気のある対戦相手だったとし、この試合がこの日の主役を奪ったとしている。再起2014年7月28日、高楽園ホールにて、ダブル日本タイトルマッチのアンダーカードとして、フォンルアン総親友相手に再起戦を行い、一回中盤に打ち下ろしの右ストレートを効かせると追撃して、ダウンを奪い、相手は立ち上がるも試合続行不可能で、TKO 勝利となり、 再起を飾った。2014年11月28日、原田文子と対戦。土屋2度、原田1度ダウンの激しい試合となったが、6回から一方的な展開にさせられ一からに判定負けを、喫した。日本チャンピオンへ2015年3月7日再起戦は、タイ人のジョン・フォードと対戦。4回1分30秒で子で勝利し再起した。2015年7月4日、 ノーランカーの相馬和也と対戦。土屋のランクを必死に狙い、打たれ強く、タフな相手は倒れることなく最終ラウンドまで競り3から0でランクを死守した。2015年12月8日一つ上の階級スーパーライト級3位の松山和樹と対戦。この試合に勝てば上位ランク進出が確実となるため気合の入る一戦となった。 松山は6連勝中と勢いがあり、好試合となることが予想されたが始まって1分過ぎにダウンを取り、そのまま、初回1分40秒 TKO で土屋らしい攻撃で解消し、かつてのコキングの復活を感じさせる試合となった。2016年4月19日、松山戦によって、日本ライト級、第2位となってからの初戦となったエカラちゃん、モークルテープトンブリー戦は3回のダウンを取り、 初回2分31秒 TKO で危なげなく勝利。この試合によって翌月日本ランキング1位になることが予想され試合後マイクを取り、王者の荒川人参に対戦をアピールした。2016年9月24日、レックス・オリサと対戦。王者荒川人参を想定したサウスポートの対戦となったが、粘る相手に決め手を書き、最終ラウンドまでも連れ込んだ。ほぼ、 フルマークで3例で勝利したが、消化不良気味の試合となった。このまま日本ランキング1位を保持したまま2017年のチャンピオンカーニバルで、指名挑戦者として王者に挑戦する流れになるかと思われたが、WBO アジアパシフィック王座に狙いを定めた、荒川人事の日本王座返上によって事態は急転し、ランキング2位の野口正史と王座決定戦を年内に戦うこととなった。 2016年12月19日、5年間負けなしの上、2016年2月にランクインしてから勢いのある野口とのボクシングモバイルでの試合予想では7割が土屋勝利を予想したものの足を使った軽快な試合運びをする土屋とは交代賞な野口との決定戦は混戦となることも予想された。しかしながら結果は2回目のダウンで10カウントを呼び込み、 圧巻の攻撃を飾った。試合後のインタビューでは、新人王 MVP 獲得後タイトルダッシュへの期待を受けながらも挫折を経験し遠回りしここに至ったことについて、感極余りながら、トレーナーやスタッフ、家族への感謝の気持ちを述べ、会場の後楽園ホールの観客やネット中継の視聴者の感動を及んだ。また、後輩ボクサーたちへのエールとして語った。 負けてからがボクシングという言葉は聞いた人皆の心を揺さぶった。この試合で2016年12月度の関東賞を受賞し、2017年2月4日に受賞式が行われた。2017年3月2日、IBF は土屋を IBF 世界ライト級15位にランクインした。2017年3月4日、第559回ダイナミックグローブでの西田に、 和弘との初防衛戦。初回から白熱の打撃戦を繰り広げるも8回2分50秒、TKO 負けを喫し初防衛に失敗、王座から陥落した。2017年6月30日、後楽園ホールで水藤翔太と対戦し、8回3から0で判定勝ちを収めた。しかし試合後、リング上で引退を表明した。2019年に現役復帰を表明。 復帰戦として2020年1月12日に、後楽園ホールで、リアンヤンと対戦する予定であったが、リがビザの問題で来日できず、試合は中止になった。2020年2月27日、後楽園ホールで、山口翔吾とライト級5回戦の賞金マッチを行うも、5回37秒 TKO 負けを喫した。二千二十年八月十二日、後楽園ホールで、 立花ジョージとライト級5回戦の賞金マッチを行うも5回0から3で判定負けを喫した。ありがとうございます。